<laughs> お前に憧れてその水一回買ったけど、なんか甘くてもったいないから水で割って飲んだ。これにマージンよこせよ。俺別にこれ俺飲み手わけじゃねえんだからな、温泉水99。これ高いいくらこれ。これ高えべ。これ500円くらいすんよこれいくらこれ400円すんだよ。 しかも、今この水飲んでるの俺とマギーしかいないらしいよ <laughs>。俺とマギーが今宣伝部長です。怪しいですか美味しいんですよね、これ。なんかね、まろやかでいいんだよね。ペーハー9.5から9.9だって。アルカリ性っていいの弱酸性がいいんじゃないの でも、とにかく水をさ、飲まないといっぱい。汗かいてるから。<laughs> その水 YouTuber とかの配信で飲んでると、お前の、お前の万佑の二人ぐらい調べてみていい万佑スペース温泉水で調べてみていい 撮影中に突然危機温泉水対決が勃発お。バンユンの女の子、女の子の方可愛いじゃん。この子こんなに可愛かったんだ。どっちこれバンちゃんユンちゃんわかんないけど。うわ、本当に。え、でもさ、結婚運上昇ですとかって、<laughs> こいつ、あれじゃん、なん結婚できなくて炎上してるじゃん。 これ飲んだら結婚運が上昇しますみたいなの出てきたんだけど。嘘じゃん。ばんちゃんだって。健康のために飲む温泉水、天然水。嘘、俺はこれ飲んだから急に、なんか、これ飲んだ次の日に、今の奥さんと出会って、翌日にはもう結婚し、あの、婚姻届出してた。なんでだろうね。引きあ、引き合ったのかな 温泉水99ですが、インスタでリカコが PR して、<laughs> めちゃくちゃ信用できるじゃん芸能人でさ、一番信用できたリカコと、あの、なんとか、なんとかやねーの人。あの、旦那さんがさ、給付金詐欺でさ、私めっちゃ許せないね、そういうやつとか言ってた翌日で給付金詐欺でさ、なんかお前も、お前が言うんじゃねえ、アンミカ。アンミカとリカコだけだろ、俺信用してんの。あの二人が言ってること全部大事だから。アンミカの旦那なんか給付金詐欺かなんかで演じてたよな。その、 ねえ、前週ぐらいにさ、なんかアンミカがめちゃくちゃ避難してたのに。<laughs> 水って200種類あんねんって言ったらしいよ。俺だから、リカゴとアンミカ、リカゴとアンミカの金子犬 <laughs> リカゴ、アンミカ、金子犬加藤トウらしいよ。<laughs> ねえ。リカゴ、アンミカ、金子犬加藤トウらしい。俺さ、だからさ、 プロテインとかの、あれも、レビューもしよっか。なんか、痩せてる、みたいな感じで。